はい、日比野先生です。はい、小泉です。なんかいつもと違うんでね。あ、そうそうスタートがね、真面目にやってます。今日は何にしますかということで、はい、はいはいはい、2023年、はい、A86 のね、大会ね、大会、はい、A86 だけじゃなくて 4AG か、うん、4AG そのね、はいはい、うん、の大会の、はい、プレ大会というかね、うん、それを、うんうん、辻レーシングっつって、辻ちゃん、辻ちゃんね、の壮行会で、鈴鹿ツイン、うんうん、サーキットの、うん、正回りを使って、はい、タイミングよくね、大会、うん、やらせてもらえて、をやって、うんうん、まあ本当に2023年バトルカップの全国大会でやる、うんうん、その鈴鹿ツインの予行練習というかね、うんうん、結構、うんうん、まあオフィシャル含めね、なんかいい練習にちょっと、うんうん、そんな感じでね、うん、やったんすけど、おはようございます。おはようございます。俺が日比野だ。塚本です。ナナミンじゃねえよ。今日はどこに来たんですか。三重県の鈴鹿ツインサーキットです。はい、今日は何のために来たんですか。今日はね、A86 が芝タイヤの380縛りで、大会ミニドリコンをやったりとか総合会やろうって、うん、主に初心者の方が、はい、大会に慣れるとか、うん、大会の雰囲気を味わってステップアップするっていう目的で働かれる、はい、そうだね、まあまあ、辻ちゃんっていうね、三重県のちょっとメガネのちょっとおかしいおじちゃんが、はい、壮行会を開くってことでね、はい、協力してます、ね、で今日は、まあ、ゲストドライバーっていうよりも今日本当に参加者で出る塚本さんね、はい、本番号でね、本番号で、本番号、まあ A86 ってここにしたことあるの？ないんじゃない？ないよ、ないよ、まあFDJ2 の開幕も鈴鹿ツインだけど、ちょっとね、ライン取りも違うし、うんうん、ちょっと全然車も違うし、そうだね、あれなんだけど、まあ、ちょっと A86 どこまでやれるか、はい、勉強したいと思います。で、コースはね、フォミュラー D とかフォミュラー DJ2 の、レイアウト、要するに ストレートをまずスタートして正回りのアウト、アウトゾーン、アウトゾーンのアウトゾーン、アウトゾーンみたいな感じなんだけど、ちょっと A86 馬力ねえから、1個目のアウトゾーンはまあ進入としてある。で、その後の2個目、3個目のアウトゾーンはちょっと変えてます。86でもできるようなレイアウトにしているんで、ちょっとチャレンジしてもらって、なんか感想聞かせてほしいね。それは無理なのか、もうちょっとね、難しくしてほしいなと、はい、それはちょっとリクエストほしいな。なんでかっていうと、A86 のバトルカップっていうのがね、今年2023年から始まるんですよ。それの実は全国大会が鈴鹿ツインなんです。ね、さっき言ってたね、はい、なんで、はい、その全国大会で、まあ、どういう感じになるかなっていうプロモーションというか、はい、そういうのを考えてやるっていうのがまずこの趣旨なんですよ。なんでそれをね、はい、今回ちょっとでいろんなダメ出しもあると思うんですけど、はい、いろいろ聞かせてもらえれば、はい、全国大会生かすんで、はい、行ってみたいと思います。頑張ってください。今回が、40代ぐらい、そうだね、コンテスト、そうだね、出たメンバー、うん、まあ、約40代、まあ、35ぐらいかな。そうですね、うんうん、で、まあ、単走2本して、うん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 、で、まあ、ベスト16残して、うんうんうん、追走して、ね、うんうん、で大体両方合わせて2時間ぐらいできっちり、うん、そう、結構そうだね、きっちり回せましたね、うん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 、で、全国大会になると、うんうん、全部含めると何台ぐらい予定するんですか。ね、だからまあ人カテゴリー、まあ、380のワンメイクは30台、30代の流れでまあ30台、はい、オープンも30台かな、30代60、うんうんうん、まあ、基本はその追走はその2グラスっていう感じかな、中東、ね、うんうんうん、まあ1時間1時間の2時間のかける2、4時間、そうだね、4時間で、まあ一応土曜日、うん、基本的には土曜日、まあ、丸々1日、はい、その追走のクラスで使えるようには、うん、まあ、時間は取ってあるんで、うん、あ、そっか、じゃあ、うん、初日、まあ、1日目の予選日に、うんうん、もうベスト16決めちゃう。いや、もう初日は、うん、もうメインはグリップグリップにして、うん、で、まあ、ドリフトのクラスは基本練習、はい、あ、で、あとね、単走は、うん、金曜日にやっちゃいたいかなっていう、あ、まあ、今のところね、まあ、ちょっとまだちょっとざっくりなので、まあ、今回ちょっとやってみてね、時間の感じも分かったから、ね、うん、ね、一応まあなんとなく単走はまあできれば金曜日にやっちゃいたいなって、まあ、土曜日、まあ、メインの日は、まあ、追走の2クラス、はいはい、あとはトリプル、うん、
で、まあ、あと、まあ、ちょっとねグリップ の, クラスあのコースも開くんで、まあ、そっちでちょっとグリップ走らせたりとか、まあ、その辺ちょっといろいろね、まあ、今回ちょっと視察もできたんで、なるほどなるほど、うん、その辺ちょっと含めて、そっか、だからまあ時間はね比較的、まあ、余裕はあるんで、だからね、まあ、あんまりこうね時間押しちゃってとか、はいはいはい、練習もできなくてっていう感じじゃなくて、まあ、しっかり走れる、まあ、ドリフトはね、やっぱ走る時間っていうのもね、結構やっぱ大事、ね、で最後ね、まあ、フリーとかやれればね、楽しいし、そうだね、まあ、ちょっとそんなイベントっぽくね、やれれば。了解。うん、というと、もう金曜日、土曜日の、うんうん、まあ、2デーで、で、まあ、1日目は、単走のドリフトのクラスをまず、決勝まで行う、うんうん、そうだね、完結させたいですね。で、うんうんうん、レースクラスっていうのも、まあ、その日で、そうだね、フリー予選決勝まで、まあ、フルコース今回借りてるので、うんうん、ちょっとやりたいかなっていう。でその2日目に出る子たちの練習日でもあるってことね、うん、そうそう、練習枠を、まあ、ちゃんと作ってっていう感じでやれれば、なるほどね、うんうん、なるほどね、それいいね、うん、了解っすよ、うん、でとりあえずなんかロゴ、ね、ロゴができたらしいじゃないですか、じゃあ見せてください、見せてください、一応ね、一応見せてくださいよ、感じで可愛い感じでちょっと見えますかね、はい、こんな感じです、はい、はい、ベビートレ 4AG バトルカップです、はい、はい、こんな感じで一応ねこれね、はい、まあちょっといろいろ要素が、はい、一応今回ね柴田屋さん、はい、うんうん、あのメインでやってもらってるんで、この柴田屋さん、はい、柴田屋さんありがとうございます、柴田屋さんメインスポンサーいつもお世話になっております、はい、はい、一応ねこの赤ベース、まあ、柴田さん、うん、柴田屋さんのイメージの、うんうん、あとこうタイヤについてね、稲妻ね、稲妻ロゴ、稲妻ね、はい、一応まあこれ柴タイヤっぽい感じ、なるほど、でまあこれ一応86、はい、で、ね、一応ね今回渡辺さんとりあえず今、うん、おかげさまであのスポンサーいただいたの で、ね、一応ね、はい、ホイールは発泡スモークごめんなさい分かりづらくて、はい、一応そんな感じで、まあ、ちょっとねちょいちょい、まあ、織り交ぜて、なるほど、うん、まあ、今ちょっと決まってるところでこんな感じのロゴで、はいはい、今年はまあ行こうかなと、なるほど、まだまだスポンサーは募集中で、あの全然募集しております、いろいろ声かけさせてもらってて、はいはいはい、まあ、盛り上げていただければ、なるほど、はい、助かります、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、ご協力お願いします、お願いします、はい、なるほどですね、はい、でまあ、とりあえずその、うん、ね、うん、テストとして大会をやりました、で、うん、審査員が今回は小泉孝太郎と日比野哲也が2人でやったんですけど、全国大会はここにコード入るんですか、ね、ちょっとまだそこ一応柴田屋の社長、柴田社長とちょっとこれから相談して、マナビーさんね、はい、は来てもらえることが MC で、うん、決まってるんで、まだ解説はね、しっかりやってもらえるかな、なるほど、いいね、あと審査員はね、ちょっとまだ社長と相談しながらね、やれればなっていう感じで、そうだね、うん、まあ、2人じゃないかもしれないってことだね、そうだね、まあ基本は俺たちはやるんだね、うん、予定で、まあちょっとまだね、そこもなんとも変わるかも、うん、変わるかもしれないし、じゃあ出れるかも、そうだね、全然出ちゃっても全然 OK だし、そういうことらしいですね、荒らしちゃっても OK かなみたいな、そうそうそう、この辺まで行ったらもういいよ、確かに、そこの内側の黄色、ね、まあまあまあ、
まあ、テストしたじゃないですか、うんうんうん、大会の、ね、うんうん、で今回はその、うん、まあ、フォーミュラー D ジャパンというかね、その背回りで1コーナーからの、まあ、2コーナーをまあ立ち上がりでフィニッシュってことだったんですけど、そのアウトゾーンっていうのを1の進入のところと振り返したところのアウトと、その立ち上がるところの3箇所、3箇所なんですよ、はい、なのでそのストレートの奥のその上、丘の上で審査員が見てたですよね、なんでとりあえずそのコース的には1コーナー2コーナーフィニッシュ、で見る人っていうのがその丘の上でしか見れないかなっていうふうに思うんですよね今回はね。あ、確かにね、だからそのピットにいる人には全くこうね、そう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 、結構ねそういう意見がやっぱり、まあ、基本ねメカニックさんとか、はい、まあ、これから走らなきゃいけない人っていうのはもうね、うんうんうん、ピットのパドックにいるんで、そうするとやっぱ、まあ、基本全然何も見えない、はい、何も見えないし、うんうんうん、あとこの山の中にね2コーナーに向けて入っていく1コーナーの先かな、うんうんうん、がもう完全にブラインドというかなっちゃうから、そうだ、ね、結局そこでまあねスピンとかなんかいろいろツイストの時に、ね、起きたりしても、えそうなんみたいな、そうだ、ね、確かにね、そこはちょっとね、だお客さん、てか、まあ、本当ギャラリーさんはね、審査員席とかあっちの他に来てほしいけどね、見てもらえれば、うんうんうん、多分全然見れると思うんだけど、そうだね、関係者的にはね、うん、どうしてもスタートエキストみたいなね、ちょっとねそこは残念かなと思うけど、まあ、今回は本当にまあ、テストというか、まあ、本当に倉庫街の中のミニドルコンだったので、うんうん、だから放送設備とかゼロだったので、だから本当にピットの人に何も伝わってないっていうのがね、うんうん、そうだね、あったんで、うん、でも本番はそのあれですよね、 MC で、ね、まなみさんにね、まなみさんね、来ていただけることになってるんで、はい、来てくれるんですね、ちょ、まあ、本当細かいね状況の説明とかは盛り上げてしていただけると思うから、そうだね、うん、だからそこはもうある程度ね、うん、状況自体は伝えられると思うんで、そうだね、うん、そのあたりはね、うんうん、今回できなかったけど、うんうん、まあ、本番にはちゃんとできるよ、ね、でちょっとねマイクのその仕組みもシステムみたいなのも割とちゃんと使えることも分かったんで、なるほどなるほど、うん、まあ、放送もしっかりできるかなと、はい、そうかどうか、あとはどうだろうな、うん、本番、うん、まあ、単走と、うんうん、その追走は、うんうん、まあ、正回りでいいじゃないですか、うんうんうん、トリプルどうします？トリプルね、だから、まあ、ちょっとその今回ね逆走、うん、じゃあまあ逆走なのかな、逆走一枠やらせてもらって、うん、結構なんか面白いっていうか、うんうん、ちょっとこすったけどね、うん、ちょっと後ろなんかボキってなったけど、ね、まあでも迫力あるよね、見てる方がやっぱね、うんうん、さっきの話じゃないけどやっぱ奥はちょっと見えないっていう状況があるんで、うんうん、トリプルはしかもまあね、まあ、分かんないけどある程度こうレベルの高いメンバーでやれるんだったら、はいはい、まあちょっと逆走あるかな、逆走メインで、うん、第1コーナ ー,、まあ、2コーナーぐらいまで、そうだね、うん、確かにな、そう、進入の揃いとか見れればね、まあお客さんも楽しいし、うんうん、確かにね、うん、そうだな、うん、まあ、今の方だね、そのホミラディジャパンになってからは正回りの、ね、うん、審査っていうのが、うんうん、まあ、多くなっちゃったんだけど、うん、昔は逆走が多かったから ね自分結構ツイン、ね、今回今2回目ぐらいなんだけど、うんうん、自分見てたビデオとかで、ね、リブで見てたのは逆走だもんね、そうそうそう、なんかこれ危ねえコースだなとか思ってたけどね、そう、もうだいぶね壁に寄ってからのもう、ね、角度でこう回すみたいな、外に山にポンってぶつかったりとかね、なんかいろいろやってたけど、そう、うん、だからね、あそこの審査席を使う場合はフルコース借りないとダメなんですよ、あ、なんか、うん、そうそうそう、だから今回はその柴田屋さんがねもうフルコース借りてくれたんで、そうそうそう、借りてもらってるんでね、それもまあね一つの案としては、ね、まあ面白いんかなっていうね、うん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 、だから本当にね、トリプルだけちょっとこう逆回りにする可能性もゼロじゃない、ちょっとまあ面白いね、まあ、みんなのね、ちょっと意見出るメンバーの意見とか聞いてみてね、そうだね、まあ、ちょっとやってみようよっていうね意見が多ければ、まあね、可能は可能だから、ね、レイアウト的には確かに、まあ、ちょっといいかなっていう、やっぱりみんながね楽しめる方が、ね、そう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 、お客さんも楽しいしね、走ってる方もなんかここちょっとテンション上がるみたいな感じでできればね、だから本当今回ね、本当にテストでやったことで、なんか気になることだったりね、そのアドバイスみたいなことがあったら全然ね、言ってもらいたい、言ってもらいたい、本当にね、みんなでちょっと作っていきたいね、今回の今年の大会は特に、見る人も楽しいし走ってる人も楽しいしっていうのがいいかなって、ね、どんどんね、どんどんなんかコメントでも、ね、LINE でも、ね、何でも、ね、メールでも、ね、確かに直接でも全然 OK なんで、うん、そうだね、意見欲しいですね、うんうん、本当にで今回は本当に380縛りでやったじゃないですか、うん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 、だから、うん、380でもなんかね、その数週でボロボロになっちゃったみたいな人もいたし、380じゃなくて300でもいいのかなみたいなものなんか話あったじゃないですか、やっぱね、なんか思ったより路面が結構食うよね、グリップあるかもしれない、そう、ツインってね、うんうんうん、だからやっぱりこう特に、まあ、あのレイアウトだと、まあコンテストのね、うん、とこはいいんだけど、それあとずっと振ってて
ね、一周つなげられちゃうから、そうするともうタイヤが ね、うんうんうん、そうだね、持たなかったりとか。そうだね、うん、まあ、だから今年はもう380のクラスっていうのを作っちゃったので、そうだね、380でちょっとやって、ね、300っていうクラスはちょっと考えてないんですけど、うんうんうん、ね、まあ後々ね、そうだね、来年に向けてね、うんうん、まあ、300もね、まあ、継続してなんか作ってもらえるっていう ね、話もちょっとこの間柴田屋さんとね、そうだね、なってたから、まあね、それもありだよね、うんうん、まあ、うん、馬力も多分ね、そんなに多分300だから食いすぎるってこともないと思うし、うんうんうん、まあ、値段もなんかね、聞いたら1000円変わんないぐらい安くなってとか言ってたからね。そう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 、むしろね、なんかいいんかなみたいな、だから俺300使ったことないんだけど、うん、まあ一回ちょっとテストしたいですね、うんうん、全然いいと思います、うんうんうん、それもまあ来年で、まあフロント300、まあフロント300、いろいろね、まあ、そう、それもちょっとあれか、フロント380、いや300、ややこしいですね、フロントはもう食う方がいいからね。確かに280か200とかいいんじゃないですか。まあまあ本当はね、本当そうだね、確かに、そうだな、だから本当に作り上げていくってことで言うと、うん、みんなの声もね、そうそうそう、ね、うん、聞いてね、うんうんうん、でまあタイヤもね、本当みんなテストしてもらってね、うん、このタイヤこんな感じでって情報をまた共有できればね、うん、面白いし、うん、本当に柴タイヤもね、いろいろ種類あるから、そう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 、それもね、使い込んでもらってですね、せっかくなんで、はい、ということはもうトリプルも面白そうだし、うんうん、まあね、追走も、うん、あと追走で俺思ったのが、うん、そのね、審査すると、うんうん、炭素審査ってさ、うんうん、その直線の見てて、うんうんうん、でやっぱりその1位のアウトゾーンは見えるんだけど、うんうん、2位のアウトゾーンがすげえ見づらいと思ってて、で追走の時だけ、うん、あ、ちょっとね、2箇所に分かれてるじゃないですか、ね、うん、やったね、あれ絶対やった方がいいですね、うん、確かに、うん、すごいね、やっぱ自分が見てる目線とね、うん、自分は、まあ、正面から見させてもらって、うんうん、鉄はね、奥で見てもらって、そうそうそう、俺2コーナーの上で見てる、ね、うん、全然やっぱ違うよね、後でね、なんかちょっと動画とかね、うん、なんか撮ったやつがあると思うんだけど、そう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 、あれ見ると、うん、あ、そういうこと、だから特に前が失速とかもあるし、ね、ラインもね、なんかちっちゃかったんだとか、うんうんうん、そういうのもやっぱ分かんないもんね、そうなんですよ、正面、なんかちょっと動画とかね、うん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 、なんか撮ったやつがあると思うんだけど、そう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 、あれ見ると、うん、あ、そういうこと、だから特に前が失速とかもあるし、ね、ラインもね、なんかちっちゃかったんだとか、うんうんうん、そういうのもやっぱ分かんないもんね、そうなんですよ、正面から、ね、本当に、うん、2人が同じところで見るっていうのももちろんいいんですけど、うんうんうん、じゃあそれをね、うん、まあ、審査員が2人別のところで見るっていうのは今のところ新しいかもしれないですね、うんうん、いいですね、うん、本当はね、まあ、モニターとかが、ね、あって、うんうん、そっちから撮って、うん、画面で確認とかできればいいけど、うん、なかなかね、そこまでシステムは、うん、まあまあまあ確かにね、作るのはちょっと大変なんで、うん、本当だったらね、みんなにビジョンでね、こうね、こんなことあったよとか、ドローンで撮ってこういう感じだよとか、めちゃめちゃね、それぐらいやりたいんだけどね。今年盛り上がったら考えますか。っていうのもね、やっぱお金かかるんで、いろいろね。柴田屋さんにね、お願いしてシステム作ってもらってね。そうだよね、それでもぐらいね、やってもらえる、考えていければね、うんうん、どん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 本当にね、もう進化させていくためにアドバイスがあればね、盛り上がっていけばね、またそうさっきの話ね、モニターも入れれるし、審査のまあ、スキルっていうか、そのレベルも上がるっていうかね、いろいろね、まあ、さっきともね、まあ、今年ついんだけど、また違うとこ、富士山とかね、そういうのもまあどんどん展開もできるんで、今年はちょっとね、チャレンジというか、そうだね、うん、やりながらで、本当、この輪を広げていきたいですよね、せっかくだったらね、そうそう、いい富士山じゃないけどね、結構いい感じにはなってきてるんで、いいと思いますね、楽しみですね、ちょっとね、盛り上げたいですね、とりあえず2023年はそのバトルカップですね、バトルカップ、これで。これで、はい、見たいと思います。あと柴田屋が、はい、はい、柴田屋なんか、はい、宣伝してますね。ね、今回はね、本当にこの形でもう1年とりあえずぶっ通しでやりたいんで、ね、確かに、はい、それを成功させるためにぜひ、はい、皆さんも協力してほしいなと。ご協力お願いします、本当に。本当にお願いします。よろしくお願いします。お願いします、本当に。あの、何でも言ってください。みんなで作りましょう。はい、盛り上げていきたいんで、はい。はい、今回は以上になります。はい、すいません。ありがとうございました。お願いします。バイバイ。